はい、どうも。今回は、まあ、言うて、そんなにコメント溜まってるわけではないんですけど、ゼロから始めるカーモデル作りの方の、コメント返しということで、話をしていこうかなと思います。本当いろいろとコメントいただきありがとうございます。ですね、言うて、自分そんなにうまくないです。はっきり言って下手くそです。なので、なんで、まあ、本当はね、こんなテクニックもありますよ、こんなテクニックもありますよって言えればいいんですけど、ほとんど自分も他の方を参考にさせてもらってやってます。なので、独自の技はありません。あとですね、まあ、カーモデル作りのこっちの方の、動画にコメントいただいたわけではないんですけど、まあ、ボディのね、例えば、パーティングラインの処理に関しては前々から話している通りしないんですけど、ヒゲの処理とかね、ちょっとした整形不良の処理とか、そういうことはですね、本音を言うと、本当のこと言うと、自分ほとんどしてないんですよ。パーティングラインの処理とかしますよ。ヒゲの処理とかも多少はしますけど、例えばパテを持ってとか、瞬間接着剤を持ってとかってことは最近はほとんどしてないですね。なぜかというと、まあ、瞬間接着剤を持ってぐらいのことはたまにはやりますけど、パテは基本的に盛らないんです。なんでかというと、自分が作るやつは基本的にもう、今はもう趣味でね、自分で作って手元に置いていくってことをしてないので、基本的にもう全部販売してるんですよ。ヤフオクなり、まあ、例えば店頭に来た人の制作依頼みたいな感じで作ってとかっていうのあるんですけど、パテって引けたりとか割れたりする可能性が結構あると思うんです。で、まあ、自分もね、そんなにパテ持ってああだこうだしてきたことは、してきてないっていうのもあるんですけど、基本的には時パテでちょこっとこう持って、乾かして削ってぐらいのことはしますけど、例えばエポパテとかポリパテとか持って、例えばエアロパーツを作ったりだとか、あとは、そうだな、そういうことは基本的にはしてないんですよ。スクラッチもそうですし、そういうこともしてないので、コメントいただいた方申し訳ございません。基本的にはそういうことはないと思ってください で、ですね、次はですね、まあ、自分はね、部品を全部切り離しちゃってから始めるかとか、それとも、その都度その都度切り離していくかっていう話なんですけど、大体は切り離しちゃいます。もちろん説明書は見ますよ。一応ね、今ゼロから始めるカーモデル作りの方では、一通りちゃんと説明書の順番に切ってやっていきましょう。あくまで基本的なことなので、そうやって言ってますけど、基本的には自分がやるときは、大抵切り離しちゃいます。で、今ちょっとね、その塗装仕掛けのやつがだいぶ溜まってるので、こんな感じですね。見えるかな？こういう感じです。例えば、プラモデルって組んでいくと、見えなくなるところとかっていうのがあるんですよ、実際。で、例えば、もちろんゲート処理はします。ゲート処理はするんですけど、ゲート跡がほとんど見えなくなるところ、例えばこれは今作ってる32分の1のトラックの方なんですけど、例えばね、こういう感じに切ったりとか、あとはね、ステアリングのコラムと別色の場合は別ですけど、同色の場合はね、こうやってね、もうくっつけちゃった状態で塗ります。なので、例えばこれが車外のステアリングで、スポークの部分が、シルバーで、握るグリップの部分が黒とか、そういうやつは、基本的にはね、別で塗って、つけるようにしますけど、同色でいけるんだったらもうこうします。で、ウインカーとかワイパーのディマスイッチって言われるやつですね。あれはですね、もう、この状態にして塗っちゃってから、例えばグレーならグレーを塗っちゃってから筆で塗ってます。あとはね、どういうのが分かりやすいかな。最近はね、ブレーキも、エアブラシ使うようになってから、スーパーアイアンっていうミスタークレオスのですね、あ、GSI クレオスのスーパーアイアンってやつ使うようになったので、
足回りのナックルと、ブレーキローターの部品はブレーキの部品を別にして塗ってますけど、前はもう一緒にして塗っちゃって、艶消し黒なら艶消し黒、セミグロスブラックならセミグロスブラックで塗っちゃってから、筆でブレーキのディスクローターの部分だけを塗るとか、そういう風にしてました。で、例えばこうやって、これはね、今作ってる3人の、インテックじゃない、タービンのインレットパイプ、これはですね、この下の部分、今これゲートがついてるところ、ここ見えなくなるんですよ。で、これは何回か組んでるうちに、あ、ここは見えなくなるなとか、あ、ここはもう、そんなに気にしなくても大丈夫だなとかっていう、これもね、3人もね、もう、青島のやつは2回目か。2回目なので、大体、あ、ここはこの、前回組んだ時にね、ここは見えなくなるな、ここは隠れるなとかっていうのが分かってたので、で、もしどうしても、あ、しまった、見えちゃうって時は、筆でタッチアップします。そういう感じですね。なので、これもね、ケースバイケースなんですけど、基本的にはね、例えばこれもそうですね。これもデコトラの部品なんですけども、これも、3分割の部品なんですけど、こうやって分割してるやつ、もう組んじゃって、見えてないかもしれない。今、黒サフを吹いたので、見えないかもしれないですけど、こうやってやっちゃってから、塗ります。缶スプレーの時から、だいたいこんな感じになりましたね。缶スプレーとかも、一つの部品に対してこうやって塗るのってすごくもったいないなって思ってて、で、こうやっていくつか刺してわーって同じ色のやつを拭いて、どうしても塗れないところだけシュッ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 みたいな感じでした。で、今はもうほとんどエアブラシで塗ってるので、同じ色になるやつ、例えばこれからセミグロスブラックを塗りますとか、あとはもう初めに部品に黒サフを吹いちゃいますって時は、もう黒サフを吹くある程度の部品をまとめてこうやって切り出して、で、これ一個ずつシュー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 ってエアブラシでやって、で、ここからセミグロスブラックをさらに上から塗る部品、シルバーを塗る部品っていう感じでやってます。なんでこれもケースバイケースなので、コメントいただいた方、参考になりましたでしょうか。あくまでこれは自分のやり方なので、メガネが曇る。自分のやり方なので、もっとね、効率のいいやり方とか、うまく塗るやり方はあるかと思いますけど、まあ、こんな感じでやってます。で、ですね、先ほどですね、コメントいただいた方が、先ほどって言った時点でもう、これ撮ってる時間帯分かるかなと思うんですけど、分かっちゃうかもしれないですけど、ボディのストライプデカールですね、の貼り方を教えて、やってくださいってことだったので、もちろんそれもやる予定です。今作ってる 34R はですね、ニスモの、ニスモストライプって言われるやつですね、通常赤と黒の。デカールがあるのでやりますけど、はっきり言います。俺デカール貼るの本当に下手くそです。苦手です。なんでかというと、前もまあキットレビューの方で何度もお話しさせてもらってるかなと思うんですけど、レーシングカーというものをほとんど作ってきませんでした。で、オーバンデカール貼るの本当苦手なんですよ。下手くそです。もうしょっちゅう切れまくります。切れまくって、で、それをこうちょ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 とこうつなぎ合わせて貼って、やってから、最近だとクリアでトップコートするようになりましたけど、そういうね、段差とかどうしても残っちゃうような塗り方になっちゃいますので、貼り方になっちゃいますので、正直そんなに参考にならないかなと思います。で、特に、例えば、板車とか、今言ったレーシングカーとかみたいな、でっかいデカールは、本当にね、今紹介させてもらってるやつのやり方では、貼れません。断言します。貼れないと思います。マークソフターとかマークセッター、タミヤのマークフィット。あの辺を使わないと、多分まともに貼れないかなと思うんですけど、そういうやつはですね、そういうのを貼ってる方がいろんなね、例えばブログとかでね、板車、デカール貼り方とか、そうやって検索ワード入れてもらうと、そういうのをすごく事細かに、自分なんかよりはるかに綺麗に、うまく貼ってる人はいっぱいいらっしゃいますので、そういう方の方を参考にしてください。これからもね、特にね、スペシャルな技とかは出てきません。なので、そういう動画をお探しの方は、ちょっと、なんだこんなことしかやってないのかって思われるかもしれないですけど、そんな感じでですね、これからも続けていこうかなというふうに思ってますので、一応ね、明日じゃない、明日って言ってもわからんな。今日何日だ？26日か。
26日公開分まではもうすでに撮影してますので、これからですね、27日以降の分をですね撮影していこうかなと思ってます。本当にドキソもドキソのところをやってるところ、やっていきますので、まあそれでもよろしい方はお付き合いいただければなと思います。というわけでコメント返しというわけにはちょっと物足りないかもしれないですけど、お話しさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。